サイドテーブルを兼ねたサイクロン集塵機の完成です。集塵機をオークションで購入しました。とりあえず動きました。よかったです。オークションの販売はゴミだらけです。きれいに洗いました。キャスターも外しました。これはフィルターがありません。湿式用の集塵機です。ゴムパッキンですね。よくしここが欠落していたのでエポキシの樹脂で成形しました。これが これでエア漏れはないと思います。紙パックのサイズまで細工まで終わりました。この溝に紙パックがはまります。スライドで全て入れることができず、これを折りたたんでこんな状態ですね。で平らにして、滑り込みます。こんな状態です。
これからこの下穴の、サイクロンの穴を開けます。今日アマゾンに財布が届きます。もう一つが囚人バケツです。気密性が心配です。いいですね。蓋が閉まらないくらい気密性が高いです。これを切ろうと思ってます。サイクロンここまで働きにはいるのかどうか。100ミリぐらい100ミリぐらい切り飛ばそうと思ってます。これは中国製ですよ。全然今ダクトが外かぶりになるとここに合板が必要ですね。合板が必要ですね。これを切り込んでこの密封蓋の中に入れます。サイズ的にはこのぐらいですか。
こんな形でほぼ完成です。